泉市の養鶏場で抗病原性鳥インフルエンザウイルスが確認されたことを受け、県はこの農場で飼育されているニワトリの処分を進めています。県が撮影した処分の様子です。ショベルカーを使って地中に埋める準備が進められています。県によりますと、泉市平和町の採卵農場で昨日複数のニワトリが死んでいるのが見つかり。 遺伝子検査の結果、病原性が高い H5 アガタの鳥インフルエンザウイルスが確認されました。今シーズン国内2例目の農場での発生で、県は今日この農場で飼育されている38,500羽の殺処分を進めています。これまでに全体のおよそ3割の処分が終わり、県は明日朝までにすべて終えたいとしています。 この農場から半径10キロ圏内では119の農場で合わせておよそ552万羽が飼育されていて、県は感染拡大防止のため半径3キロ圏内でニワトリや卵の出荷と移動を禁止し、3キロから10キロ圏内では区域外への搬出を禁止しています。また、周辺の幹線道路では通行する車両の消毒が行われています。 なお県がきょう3キロ圏内にある23の農場で調査したところ今のところ飼育している鶏に異常は見られないとということです。鳥インフルエンザの発生を受けて県と国はきょう対応を協議し塩田知事は防疫措置での連携強化など国に協力を求めました。